それでは続きまして、はい、堺市のラジオネームデルタファイトさんのエロいお得イスフレーズです矢部宏之優子夫妻の結婚披露宴の生放送を見ていた陣内智則さんがツイッターに書き込んだつぶやき僕はこれからお蕎麦屋さんに行き鴨セいロを食べようと思います店員さんには2人ですと言いますがもちろん1人です矢部さんご結婚おめでとうございます末永くお幸せに カモセイロ以降の文がなければ普通の文章なのですが、うん、陣内さん自身がプライベートでたくさんの問題を抱えているせいか <laughs> 女性器をカモセイロに例えて今からしゃぶりに行ってくるわ <laughs> と言っているように、えー、勝手に推測しています、うん、彼は今も離婚のショックを引きずっているのでしょうかう引きずってあるんですかね 披露宴俺仕事中で見れなかったんやけどあの青木さんと2人で飲んだことあるのよえ、もちろん矢部さんとお付き合いされてる時飲んんででるすかまゃ一緒に番組やってて「飲みに行きませんか?」言われて行って矢部さんの話とかもいろいろ聞いててんけど「あのな青木さんってむちゃくちゃ面白いなあの人」 正直ちょっと笑かし合いみたいな感じになってんけど若干俺負けたぐらい矢部さんとも俺仕事一緒にしてるから矢部さんこの間青木さんと2人飲みに行ったらしいなみたいな話でその時の話聞いたわみたいなやけど「矢部さん青木さんって結構笑かしてきません?」いやそうやろ?」っておもろい」だから好きやねみたいな。 毎日笑かされるみたいうな。え、それをその意識して笑かしてきてあるんですか、ね。うん、ちょっと天然だとか待っていやいや、まあ、天然もあんねんけど。はいはいはい。なんか何が面白くて何が面白くないかっていうのよく分かってるなっていうか。へ<ー>こんなこと言うたら人は笑うやろなっていうシステムよく分かってるというか。なるほど、はあ。いますよねたまにそのもうポテンシャルとして持ってある。そう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 。女性でまた珍しい,い珍しい。 えしかもなんかちょっとにやりとさせる笑いもあるというか、はい、いろんなパターンがあるんです。うんうん、うん、引き出しが豊富、うん。うん。まあそういうなんちゅうのあのブラックなジョークとかも、はい、その店員さんに、はい、実は私ら本当はこっそり付き合ってるんですか、俺のこと紹介したりとか、うわやめろやめろみたいな。 広まったらどうすんねんみたいなでまた笑いになるやんかなるほどハニーだけじゃなくちょっとインターレスティング的なそう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 ,そうはあ矢部さんに知られたこの人殺されるんですみたいなのを店員さんにこそこそ言うとう <laughs> へえええ いやなかなかアバンギャルドな笑いを仕掛けてくるアバンギャルドないいいやだからいいカップルなのよこれ陣内さんは内はちょっと引きずってるのがねまあ引きずってはないと思うけどなでもこの間ね僕先日一度ご一緒させていただいたんですけど結構後輩もいてたんですよ78人いててある堀江の ちょっと一軒家を改装したみたいなまあその古民家みたいなとこの居酒屋みたいなで2階はもうほんまに座敷というかほんまに家なんですよほんでその一組しか入れないちょっと隠れ家的なそこでジネさんがその後輩と飲んでたんですけど昔はまあそのご結婚されてた時はいろいろまああったじゃないですかでまあそのナイトクルージング行ったりいろいろやってたのに。 なんやこの今の状況、うん、売れてへん後輩ばっかり、うん、終わっとんだ今の俺はってめちゃくちゃ投げてありましたけど <laughs> <laughs>